さて、どうしましょうかね。ちょっとだけ探索してから、元のところ、どこでしたっけ？謎の湖に戻りたいと思うんですけど、そうですね、あそこの、何でしたっけ？クジラの解体工場かな？あそこを見てから、洞窟の中に入って、その洞窟を通って外に出て、あそこの灯台ですね。灯台を見てから帰りましょうか。さて、ここから入っていくわけなんですけど、まずここで探索ですね。ここら辺に入ってたりするんですけど、入ってないと。で、ここにだいたいビーフジャーキーがあったような。めっちゃ引っかかってる。え、多分なんかあれ見逃してる。ああ、ここにありましたね。ビーフジャーキーがここら辺にあるんですよね。ビーフジャーキーとは限らないんですけど、食えるもんがだいたいあそこに1個はありますね。で、ここはなくて、で、このまま上に上がっていきましょうか。この、ヒバーニア工場かな。はい、じゃあ中入っていきましょう。室内の探索をね、パッパパッパとしていきたいと思います。特にないかな。なさそう、なさそう、なさそうです。この奥はある。じゃあ奥をちょっと見て。あれ？あ、一瞬。え、これ古い寝袋？ああ、持っていけないタイプの解体するだけの寝袋ね。あの、消火器、消銃火器。このハンドブックもいらないんですけどね。銃火器は一切出てこないので、本もいらないんですけど、ほい。はい、ありません。んー、ないですね。そろそろ松明が切れそうなんで、新しい松明に、あれ？移し替えましょう。まあまあね、松明ある時ぐらいは松明で光をね、取っていきたいと思います。あれ？全部見たっけ？記憶が怪しい。いや、見てないですね。まあ、今回バール持ってきてないから、鍵閉まってるところがあったらちょっと見れないですね。んーなしと。お、砥石発見。じゃあ出ましょうか。ほい。ここ中にも、中っていうかここら辺にも狼たまにいたりするんで、ちょっと気をつけた方がいいですね。で、ここですね。ここにもあるんで金属のコンテナを開けていく。お、金属くず、今さら。どっちも鍵かかってますね。じゃあ中入りましょう。おー、なんか狼の音は聞こえますね。さて、中の探索ですね。お、釣り師。これはいい。トマトスープ缶にロッカーですね。クジラ加工工場ですね。合ってました、名前。はい、ありません。まあ、いつも通りですね。平常運転。はい、回収した木材。で、この奥にいつものおじさんがいるんで、おじさんからいろいろもらっていきましょう。お、ビーフジャーキー。これはありがたい。はい。で、これ、松明ですね。これが 100% の松明ですね。ダムの時、ちょっと勘違いしてましたね。あそこに落ちてるの、いつも、中途半端なやつというか、マックスじゃないやつしか落ちてないの、忘れてましたわ。で、ちょっと古いやつから使いたいので、この 20% のやつに移していきますか。ほい。このね、上を通っていくと若干行くのが早い。本当に気持ちですけどね。気持ち行くのが早いので、まあ落ちなければね、いい感じなんで、このまま行きましょう。で、ここですね。あー、ないなぁ。お、抗生物質か。鎮痛剤。で、この上にあるんですよね。この上に、はい、ポークビーンズとピナクルピーチ缶。で、ここのコンテナですね。ない。昔はここら辺に、なんて言うんですかね。寝袋とかもあったりしたんで、ここは、絶対見に来た方がいいですね。岬であれば。あとは普通に探してても見つかるようなところやとは思います。フレア、これはラッキーですね。ここにもハンマーあったりするんやっけな。記憶が怪しい。あ、そういえば、まあ奥にも行かないといけないんですけど、
ここにもバールあったりするんですよね。あ、ここにたまに立てかけられてた。あ、でも、普通にありますな、ね。で、こっちですね。こっちに、あ、またありますね。弓の子、ちょっと今回、飽和気味というか、これで3つ目ですね。あんま今回全然見つからんかったからな。僕の方はあんまり何もなかったような気がするんですけど。で、まあ最後に、ここの、これ開けていきましょうか。はい、わかりまして、14ぐらいで、あと月が22かな、22ぐらいで、その後はもうすぐですね。はい、これで開きました。ダビレた作業用ブーツ、サミットソーダ。微妙なご褒美ですね。ほい。上行きましょうか。上行って、飯食って、普通に寝ましょうか。なんかできることあるかな。外があったかかったら、外で本読んでも別にいいんですけど、とりあえずここを探索していきましょうか。ここら辺にマッチ一本はあるはずなんですけど。ちげえ。はい、ありません。ここにもないか。お、ここに、キャンディバー、木製マッチに砥石。いい感じですね。はいはい。まあ、こんなもんですかね、ここは。ちょっと外の様子見ましょうか。はい、まあ、外見てきたんですけどね、本読めなさそうやったんで帰ってきました。おっと、飯食ってたら食中毒になりましたね。まあまあ、相当ね、悪いもん食べたんで、まあ、食中毒になるかなとは、うすうす感じながら食べたんですけど、まあまあね、仕方ないでしょう。とりあえず食うもん食って、水飲んで、で、食中毒は、抗生物質か、あれですね、あったかな？あ、いや、ないぞ。あ、ある。よかった。はい、これであとは10時間寝るだけですね。はい。ここで、閉所内発熱症リスクの、やつが出てきましたね。これ、屋外にいないと解決しない問題なんで、ちょっとの間は屋外で過ごさないといけないですね。どうしようかな。とりあえず、出発しましょうか。ずっと室内いても仕方がないんで。はい。出発しましょう。ちょっと。こうね、まだ夜明けというか明るくなったところなんで、まだちょっと暗いんですけど、多分ライトなくてもいけるかな。どうしようかな。ちょっと閉所内発熱症のリスクで、なるべく屋外にいた方がいいんですけど、ここだけちょっと探索しましょうか。さて、特に何もなかったんで出発しましょうか。ここにも何もないと。ほい。はい、ありません。で、ここなんですけど、この先に狼いる可能性あるんで、ちょっとフレアを構えていきたいと思います。で、今はちょっとね、閉所内発熱症のリスクが出てきたので、洞窟入って、から東大行こうと思ってたんですけども、そのまま帰ろうと思います。まあね、もう早く、謎の湖行ってからいろいろとね作っていきたいので。ほい、ここには何、おっとあった。マジか、なんか入ってるね。どうしたの。ここにもじゃあ入ってるか。さすがに入ってないと思いますけど。はい、ありません。ここも一応見ていきますか。何もないと思いますけど。何もなしと。でも、ここら辺でもいないんやったら大丈夫ですね。ああ、いる。
めっちゃいる。しかもめっちゃ、うわあ、どこにいるの困る。どうしよう。いやあ、あれは見逃せねえ。パスってなんとかなるか。いやあ、無理やな。どうしよう。このまま歩いていくか。普通に歩いていくとめちゃくちゃ時間かかるんですよね。うわあ、どうしよう、どうしよう。Looks like I survived another night. 諦めましょう。普通に歩いていきます。うわあ、しかもここにも狼いてる。マジかよ。勘弁してくれよ。まあでもなんとか避けていけそうですね。それだけが救い。これで、ああ、ここ狼が歩いた後ですかね。このまま上行ったら教会に行けるんかな。とりあえず教会に行きましょうか。教会ね、行っても何も大体ないんで、行かなくてもいいっちゃいいんですけど、ちょっと閉所ね、発熱症のリスクが出てきてるんで、教会のところ確かウサギいたと思うんで、ウサギを食べながらちょっと温まりながらどうするか考えましょうか。そのためにちょっと薪を拾っていかないといけないですけど。ほい。あ、そこにもあるな。おっと、拾えない。はいはい、ウサギいましたね。この逃げてるパターン、ちょっと嫌いなんですけど、当たらない。どこ行った？いるんはいるはず。ああ、こっち向かってきてくれてますね。これなら当てれると思うんですけど。ここかな？はい。命に感謝いただきます。ちょっと狼が来るかもしれないんで、一旦置きます。もう一匹いるか。見た感じいないな。ちょっと持ってから教会の中入りましょうか。これ狼ね、ワンチャン登ってきてるかもしれないんで、急ぎたいですね。ちょっと走りましょうか。はい。で、中に入って、一旦ちょっとここにポイします。で、どうしようかな。他にもウサギはいないか。どっか別のところにいるんかな。パッと見は見つけれない。もうしゃあないですね。普通に焚き火しましょう。ここら辺のやつも拾って。おい、おいと。はい、火つけました。あとは、いっぱい入れて、とりあえず温度が上がるのを待ちましょう。今6度。今マイナス7度ですね。もうちょい頑張ってほしい。水も作るか。ちょっと温まりながら解体していきたいと思います。はい。剥ぎ取り終わりまして、ちょっとだけ2時間ぐらい寝ました。で、あとのこの残りのやつで松明を作っていきましょうか。ちなみにここも探索したんですけど、スキル本が1つ落ちてただけですね。あとなんか、新聞紙は落ちてましたけど、まあそんなもんです。というわけで出発しましょう。早く謎の湖に帰りたい。ちなみに、軽症ね、発熱症のリスクはもうちょいで下がりそうですね。2% なんで、あともうちょいか。お、こんなところにカラスの羽が。火を拾っていきましょう。はい、ここが洞窟になってますね。あの狼に通せんぼされたところですね。の出口側というか、もう片っぽ側ですね。はい、探索終わりました。何でしたっけ？ファイアスチールが落ちてましたね。まあまあ、いつもここら辺落ちてるんですけど、まあ取れてよかったっすね。で、今、どうしようかな。まあ、閉所ね、発熱症のリスクが結構
上がってしまってるので、これをちょっと解くためにずっと外にいたいんですよね。洞窟も兵所内発熱症リスクがこうどんどん増えていくんで、ここからどこや沿岸ハイウェイに行く時の洞窟でも上がっちゃうと思うんですよね。なのでそれをしないためにちょっとここに鹿がいるはずなんで、ここの鹿をね剥ぎ取ってご飯タイムにしたいと思います。重量も結構ね圧迫されてて、焚き火した方がいい感じではあるんで、やっていきましょう。天気もいいしね。ここら辺でいいか。松明、必要、本があるんで、本使っていきましょう。はい、成功しました。じゃあ、解体と調理していきます。はい、作業が終わりまして、ちょっと荷物が多いんで、ちょっと選別しました。まあ、これでもまだちょっと重いんですけどね。内臓は持っていけないんで、もう取ってないです。で、兵所内発熱症のリスクはもうなくなったんで、洞窟に向かいたいと思います。はい、洞窟の入り口まで来ましたね。入っていきましょう。はい、鉱山から出ました。じゃあもうミステリーレイクまでねパパッと帰りたいと思います。はい、ようやく戻ってきました。2、3日ぐらいかけて戻ってきましたね。でここのダムですね、ダムに置いてるやつはほとんど、保存処理が終わった形になってますね。鹿側も終わってるんで、もうあれですね、道具も作れると思います。白樺もいっぱいですね。で、ここに来るまでというか、向こうの岬に行くまでに、ちょこちょこね、取ってたウサギとか、そこら辺のやつが帰りにね、回収したら、ちょうど保存処理された状態になってたりしてるんで、これでまたね、いろいろと作っていきたいと思います。一応保存処理が終わったやつをこのロッカーの中に一回ちょっとぶち込んでみました。白樺の若木が14本とメープルの若木が2本、あとは鹿皮が5枚とウサギの皮が2、4、6、8個ですね。で内臓は16個ありました。なので一応ミトンも作れるし、帽子も作れるし、サバイバルの弓も作れますね。うん、一応全部作るのにも道具は揃ってますね。なのであとはちょっとねここら辺でいろいろと集めながらぼちぼちと作っていこうと思います。まあ、全部作り終わるところまでね多分カットすると思います。ちなみに今が17日目ですね。17日目になってます。ここからねどれぐらいかかるかっていうところはありますね。あとスキルはこんな感じで、死体入手がレベル3、調理が2で点火が2で修繕がちょっといってるかなみたいな感じですね。それではやっていきます。はい、これで制作が終わりましたと言いたいところなんですけど、実は終わってないです。1個だけね、まだ靴ができてない状態になってます。ここのまだ作ってすらいないんですけど、鹿側のブーツですね、これがまだできてないです。でまあなんでこの段階で、ちょっと取り出したかと言いますと、ちょっとね、狼に襲われまして、なんて言うんですかね、探索してる時に、謎の湖で襲われました。まあ、ちょっとね、右下あたりぐらいにちょっと動画差し込んどくんですけど、魚小屋？釣り小屋か。釣り小屋から出た瞬間にいまして、まあ、入る時にもちょっと見えてたんですけど、大丈夫やろうと思って出た瞬間に噛みつかれまして、まあ、ただナイフ持ってたんで普通になんとかなったんですけど、ナイフで攻撃した後結構そのまま体力なくなって、狼死ぬパターンがあるんです。なんでちょっと遺体がないか見に行こうかなと思います。襲われたん昨日なんでね。でこっちにですね、今まだ制作してるんでここ入ってたりするんですけど、シンプルな矢が今7個できてまして、あとここに2個あって、こっちのロッカーに3個あるんで、全部であと5個を作るんですけど、
それプラス、ブーツですね。北側のブーツを作ったら、まあまあいいかなとは思ってるんですけど、せっかくね、動画撮り始めたんで、このサバイバル弓ですね。この弓を使っていこうかなと思います。ちょうど出たところにね、ヘラジカ見つけたんで、ヘラジカも必要になってくるんですよね。このヘラジカのカバンですね。これがかなり必要ですね。これ持ってると、だいぶ重量上がったような気がするんですよね。10キロぐらい上がったかな。ちょっと記憶があれなんですけど。で、今回倒した狼含めて、まあ、狼が見つかったらね、狼の毛皮が、1枚増えるんで、まあ、全部で4ついるんで、まだまだいるんですけどね。まあ、とりあえずちょっと出ていこうかなと思います。さて、じゃあ歩いていきましょうか。まあ、今結構ね、気温的にもいい感じなんですけど、まあ、狼にね、襲われたせいで、ちょっとだけ服の耐久が減っちゃってるんですよね。まあ、ただそんな致命的に減ってるやつはないので、今んとこそのままで来てますけど、ただここね、ヘラジカもいるんですけど、狼もいるんで、どうしたもんかっていう感じではあるんですけど、この奥んところにね、ヘラジカが、ちょっと前から滞在してたんですけど、ヘラジカ、ああ、見えますね。ヘラジカいるんで、ヘラジカを借りたいんですけど、狼いたりしないよね。大丈夫？で、どこから狩るかなんですけどね。ヘラジカも攻撃したら襲ってくるかもしれないんで、そこを逃げれるようにできたらしときたいんですけど、どうしようかな。ここから撃ってでいけるか。橋の上からってさすがに遠すぎるよね。これ撃つの久しぶりなんでね、当てれるかがかなり怪しいんですけど、どうしましょう。本当はなんかもっとアンチみたいなところから狙いたいんですけど、あの岩の上からちょっと狙ってみましょうか。とっても軽く見て狼がいないのは確認できてるんですけど、ここから当たるかな。これくらいか。と、一応7本あるんで、いけるかな。ほい。当たったか？当たってる？弓にね、当たっても速攻倒れたりとかはしないんで、まあ、2発ぐらい入れないといけないか、3発かな。で、本当に刺さってたら、体力どんどん減っていくんで、追ってたら、倒せるっちゃ倒せるんですけど、どうしましょうかね。また次のポイントにちょっと移動するか。ちょっとここからやったら当てれなさそうですね。あっちの方行きますか。でもこっち歩いてきてるな。ただ、ちょっと寒いんですよね、ここ。こっち歩いてきてくれるんやったらちょっと待つか。なんか動き的に当たってる感じがありますね。ちょっさっきかなりギリギリやったような気がするんで、これぐらいにしましょうか。これぐらいでいけるか。と、微調整が、これで、いけなくなってる。え、なんで？あ、しゃがんでるからか。動き始めちゃいましたね。止まったら撃ちますか。こういい場所いてる。これで、もうちょいか。こんなもんで、どや。当たったか？こっちに思いっきり走ってきたけど、あ、一本は刺さってる感じがありますね。や、こっちを、あんな感じで襲ってくるんですよね。ちょっと今回段差があったんで、なんとか逃げれましたけど、いや、ちょっとやばかったっすね。2本当たってるんか？あいつ戻ってきてる。
いや、ちょっと焦りましたね。いや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 。外れてたら、ここら辺に矢が落ちてるはずなんですけど、ヘラジカが帰ってこないとも限らないんで、ちょっと軽く見るだけに留めたいですね。ない。ないか。なさそうですね。なんで、ちゃんと刺さってるっぽいです。うん、刺さってると思いますね。なので、2本刺さったんで多分倒せてると思うんですけど、ちょっと低体温の問題もあるんで、一旦ちょっと帰って、寝て、回復して、ヘラジカの様子をまた見に行きましょうか。おっと、狼いるぞ。まったく。ちょっとヘラジカとね、狼に挟まれちゃいましたね。これはクソや。ここはもうフレア使います。いやー、マジでやめてほしい。狼、まあ、枯れんこともないんですけどね、ちょっと低体温症で体力持っていかれてる今、行くのはちょっと無理ですね。いや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 、全く狼さんやってくれますね。いやー、無駄にフレア使わされました。まあもうしゃあないんで、飯食って寝ます。はい、起きたら吹雪が吹いてましたね。ちょっと中で本でも読むか、それか。結局あれですね、鹿のブーツ作りましょうか。この時間に作ってから、この吹雪が終わったぐらいのタイミングでヘラジカの様子を見に行きましょうか。でヘラジカがまだ生きてたら、そのままオオカミの様子を見に行きましょうか。あの噛んできたやつですね。噛んでナイフで撃退したオオカミのやつを見に行きたいと思います。はい、ダムに戻ってきて、まあ、これからね鹿側のブーツ作っていくんですけど、ちょっと見忘れてたのを気づきましてね、この17日から装備の製作ですね、入っていきまして、今25日になってます。なので8日かかってますね。で、あとシンプルな矢が5本と鹿側のブーツかなを作るんで、まあ、最低でもあと5日ぐらいはかかりそうなんですけど、ちょっとね作りながら、さっき攻撃したあれですね、ヘラジカとかオオカミとかを、探しに行きたいと思います。まあ、とりあえずね鹿側のブーツ作るところからですね。